頼む。よし、行くぞ行くぞ。はいはい。行くよ行くよ。はい。よし。で、ソースソース。頼む。早く温まってくれ。よし。やばい、絶対うまい。うまそうすぎ。天才。やばいんだけどこれ。やばい、待って、レタス忘れてた。あ、待って、やばい、待って待って待って。落ち着け、落ち着け、一回落ち着こう、落ち着こう。これをいかに緑あふれる感じに見せるかっていう手際。残り9分。考えろ考えろ考えろ、どういう見え方だったらかっこいいか考えろ。なんか違う気がする。え、待って待って、どうしよう。パンじゃいいの。いいんじゃない、これは結構綺麗なんじゃない。パンケーキの方もこれだけ。俺これしか作ってなかった。ちょっと待って、あんだけ時間かけてこれしか作ってなかった。これのパンとかって食べていいですか。え、大丈夫ですか。あ、それか。あ、じゃあパンここに置くか。わあ、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 なんかすごくないこれ。ほら、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 あ、これにこれをさ、ちょっとこう不格好な部分をさ、こういう感じ、こう隠す。いや、ちょ、待って、やばいな、なんか見栄えが良くない。え、これはこれでいいや、これこれでいい。あ、じゃあ俺これにトッピングするわ。このやばくなったオムレツ、オムレツじゃないよ、パンケーキの方にこのクリームを塗ることで、いくよ。これどうやって出すの。これどうやって使うの。やだやだ、こんなんで迎えたくない、誕生日迎えたくない。あ、うまそう、ちょっとうまそう。でここの上にパンケーキを乗せて、で、待って、何ができる、何ができる、ここから何ができる。スプレーホイップ、スプレーホイップ使った。ここからどうやってこのハンバーグの、ハンバーグじゃない、このホットケーキの残滓をいい感じにいい感じのものに消化させることができるのか。バターが足りてない、バターをつけるはずだ。ホットケーキにはバター、包丁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 
ナイス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 、よし、このナイフでホットケーキに最も適切な大きさ、だいたいこの2センチ角ぐらいの長方形を切ればいいんだよね。こんな感じ。あ、いいよ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 、やばいよ、時間ないよ。あ、やばい、あ、うん、汚い、ちょっと、あ、ちょっと汚い、あー、どうしよう、本当にこんな料理ができないやつだって思われる。料理が、最近ちょっとだけ料理ができる風なキャラでやってたのに、化けの皮が剥がれる。どうしようかな、どうすればごまかせる、これ、このヤバさを。このちょっとなんか崩れちゃってるとことかをこうクリームでバヨバヨって言って、あ、でも一応食べられるくらいの量、あ、いいじゃん、ほら、いいじゃん、じゃチョコレートクリームとホワイトクリームみたいな感じで、ほらうまい、うますぎる。あー、天才、本当にお花畑、そう、お花畑、ほら、綺麗じゃん、いい感じじゃん。ろうそく立てないとやばいんじゃない、これ。あと3分、やばい、まず3分、ろうそく。ハッピーバースデーって書いてあるけど、ちょ待って、これ、俺、こんなに、やだな。あ、これ全部つながってる。よし、立てるわ、これ。これパンケーキにろうそく、この辺こうやってバシッてやったらさ、なんかあれじゃない、なんかパンケーキの汚さとかはさごまかせるんじゃない。ほらハッピー、ハッピーだけだったらさ、なんかお誕生日おめでとうっていうよりさ、なんか幸せみたいな感じになってるまあいいよね。よし、もう向こう運ぶわ、運びます、通ります。よしいいよ、うまそう、料理うまそう。あと何分、ひげさんからもらったメープルシロップかけて、あうまそう、マジで超うまそう。ひげさんこれマジ絶対うまいじゃん。ああ、いい匂い。よし、いい感じ。あと何分ですか？